歴史に刻まれるオリンピック代表争い最終滑走です。大一番での強さ見事に示したショート1位から坂本花織、見据えるは3年ぶりの全日本の頂点、そして2度目のオリンピックへ、全てが決まる4分間です。I love being a woman. I love the tenderness, the sensitivity, the uniqueness of what it really means. スピードを生かしたダブルアクセル。Against the stream, I walked every mountains. What is it that you want from me? Is it my soul? Is it my body? トリプルルッツ、高さがありました。2回転のコンビネーションです。トリプルフリップ、ダブルトーループ、トリプルサルトを振り回っています。選手たちの手を前半揃えました。Strong, fierce, independent. Proud. Victory. Olympic.鍵はこの後2つのコンビネーション、トリプルフリップ、トリプルトーループ、大きなジャンプになりました。ダブルアクセル、トリプルトーループ、ダブルトーループ、これも素晴らしいですね。シークエンスもよくスピードに乗っています。もう一度夢の舞台へ、トリプルループ素晴らしい。 I am a strong minded strong hearted strong souled and strong bodied strength and beauty must go togetherI am a woman. 貫禄のフリー、その瞬間拳を握りしめた、揺るがぬ勝負強さ、その手は再びオリンピックをつかんだでしょうか。
なんと技術点速報値81点台。坂本花織さんの演技でした。わずかなほころびもなく圧巻の4分間でした。凄まじい緊張感、特別な全日本選手権その最終滑走、ショート1位坂本花織。